数百年の昔、光の末裔たちが治めていたバルディアの地。伝説と化した古の城は、湖の底で静かに眠りについていた。このバルディア城の奥の祭壇に、伝説の秘剣、ラングリッサーが収められている。だがそこには、あくまでも帝国と戦おうとする光の末裔たちの姿もあった。今再び、聖剣ラングリッサーをめぐる戦いの幕が開かれようとしていた。女の子だ。エリザに似てさぞかし美しい娘に育つことだろう。わしはなんと幸せ者じゃ。まあ、あなたったらちょっとオーバーではありませんか。そんなことがあるものか。これで我が家も安泰だ。おめでとうございます、バルガス様。ごめんなさい、あなた本当は男の子が欲しかったのでしょ。だが、女の子の名前も考えてあったのだ。まあ、なんという名前かしら。エミリアだ。エミリア。エミリア。いい名前ね、お嬢さん。あなたの名前は、エミリアよ。エミリア。わかるか？わしがパパだぞ。まあ、わかるのかしら。笑ってるみたい。レオン様、お待ちしておりました。うむ、ご苦労であった。これで我々の今回の目的は達成られる。まさか湖に沈んでいるとは思わなかったな。それでラングリッサーはどこにあるんだい。中央の祭壇に捧げられています。じゃあ早く取っちゃおうよ。どうやらそう簡単にはいかないようだぜ。あなた方にラングリッサーを渡すわけには参りません。邪魔が入ったか。レオン様、急ぎましょう。奴らよりも先に剣を手に入れなければ。うむ、魔術師エグベルトの話によると、あの剣を抜けるのは私とエルヴィンの二人だけらしい。他の者は我々の援護をするように作戦を立てた方が良さそうだ。そうか、とにかく急ごう。ラングリッサーを手に入れるんだ。レオン様、私はいかがいたしましょう。攻勢に出ましょうか、それとも防戦を。お任せください。戦況を見て臨機応変に対応します。やつだな。命は一つしかねえんだぜ。
後はオイラに任せて、エルウィンたちは剣を取るんだ。聖剣ラングリッサ、あの剣の力で戦乱の世を平定するのだ。ジェシカ殿、あの聖剣は光の末裔しか抜けないと聞いています。ならばラングリッサーを抜くよりも先に全力でエルウィンを倒しましょう。そうすればいつでもラングリッサーを抜くことができます。いえ、私の記憶に間違いがなければ、あのレオンという男もラングリッサーを抜くことができるでしょう。まさか彼が光の末裔だと。彼の持っている異国の剣がもし本物ならば、彼も光の末裔の一人です。ならば彼らよりも早くラングリッサーを抜くしかないということですな。その通りです。私が中央の祭壇へ向かいましょう。みんなは援護してください。はっ。敵を撃て。帝国軍などに負けません。これで終わりだ。えや、くそ。レオン、お前も俺と同じ光の末裔だったのか。少なくともエグベルトはそう言っていたな。どうやらこの剣が証らしい。これは数百年前、先祖が東方の兵士からもらったものだと言われている。なるほど、確かに独特の形をした剣だな。刀と呼ばれるものだそうだ。おそらくこの大陸にはこれほどの切れ味を持った剣は存在しないだろう。そうか。ならば二人のうちのどちらかが祭壇へ向かえばいいんだな。雑魚は引き受けるぜ。お前らは剣のことだけを考えな。我々が皇帝陛下にあの聖剣を渡すことにより、この戦乱の世は終わる。大陸は統一され、平和な時代がやってくるのだ。天空をめぐる星々よ。ここまでか。お前たちにラングリッサーは渡さ強い。もはやこれまで。かの者に風のごとき軽さを。遊びは。困りましたね。ここにシェリーさえいてくれれば。もうしばらくお待ちください。市街地戦で受けた傷がまだ完全に癒えてはいないのです。
わかりました。シェリーが来るまで最善を尽くしましょう。我が敵を撃て。気をつけろ、キースの飛行部隊が来るぞ。迎撃に時間をかけてはまずい。シェリーという娘が現れるまでに少しでも前に進むのだ。みんな援護するんだ。祭壇への進軍ルートを確保しないとまずい。騎兵に進軍を邪魔されるとシェリーにラングリッサーを奪われてしまうぞ。光の末裔でありながらラングリッサーを守る使命を放棄するというのですか。俺はそんな使命を受けた覚えはない。だがラングリッサーがあればこの大陸中に起こっている戦火を消し去ることができる。だからあの剣が必要なんだ。
助けに来たぞ。バルガス将軍。ご機嫌だな、バルガス。エリザ殿のそばにいてやらずともよいのか。おお、もう生まれたわい。女の子だ。わしに似て玉のように可愛い娘だぞ。そうか。それはよかった。想像しちゃったよ。ここでの勝利を娘とエリザへの祝いにするつもりだ。久しぶりに暴れさせてもらうぞ。兵団のイメルダ様に勝てると思って、はっ、私の手にかかることを光栄に思うんだね。よくも。我らが理想のため、ラングリッサーはいただく。我が必殺剣、受けてみるがいい。やるな。ここから先へは進ません。我が力、とくと味わうがいい。ことを恐れて封印したというのに。
りだ。祈るわ。無念。我が敵を撃て。姫、お待ちしておりました。ラングリッサーは？まだ帝国軍も手に入れてはいないようね。まだ間に合うわ。みんな祭壇まで援護して。ラングリッサーを帝国に渡してはいけないわ。出遅れた分はこの機動力で取り戻すわ。ドラゴンナイトが現れたか。行くぞ、エルミン。奴らにラングリッサーをくれてやるわけにはいかぬ。わかっている。行くわよ、キース。援護を頼むわ。は、必ずや姫様のご期待にお応えします。ジェシカ様の代わりに私がラングリッサーを手にしてみせるわ。シェリーにラングリッサーを取られるわけにはいかない。何としてでも足止めするんだ。私の剣が交わせるかしら。我が敵を撃て。やっ、でよ。何の。姫様、申し訳ありません。もう十分よ、キース。少しは休みなさい。はい。これ以上帝国の隙にはさせないわ。エルヴィン、覚悟。俺は己の信じた夢を最後まで貫き通す。そのためならたとえシェリーが相手でも剣を向けることができる。エルヴィン、何言ってるのよ。それでは皇帝と同じよ。切り捨てごめん。だ。いや。うお。
カルザス飛兵隊の力、思い知れ。負けるわけにはいかん。だだやるじゃねえか。俺は強くならなきゃいけねえんだ。死ぬ。これがラングリッサーか。私はまだやるわ。たとえラングリッサーが取られたとしても、まだ負けと決まったわけじゃないわ。やめなさい、シェリー。これ以上戦いを続けても、こちらの被害が増えるだけです。ここは一時、引きましょう。やったな、レオン。これで帝国の大陸統一の日は目前だ。ついに争いのない世界を築く時が来たのだな。うむ。これからも、我々帝国のためにお前の力を貸してくれ。ああ、これからも平和のために頑張ろう。そうだね。これで胸を張って娘とエリザに会えるわ。思えば長い道のりだったね。よし、帝都へ戻るぞ。どうだい、エルヴィン。オイラのこと見直した。